さすがに怒んない、怒んない、怒んない、あー、ダメだね、ダメダメ、怒らしないよ、そんなしないよ、ねえ、先生、直してくれないよ。いいよ、じゃあもう一回口上げる、はーい、どこ、お口は怒っていいよっていう時は怒らないよね。はい、じゃあ交際操作、胸、喉、あげ、あげ、それでちょっと準備できるわ、やっぱりそうですね、うん、こういう風ですよね、ここはここ勘違いね、うん、よく指摘するから、うん、かわいそうだなと思って朝起こさないのも良くないよ。あ、でももともとだけど朝遅いんですよね、ご飯食べるのは。朝はご飯食べたくないない、夕方に一回食べて、夜に一回食べる。あ、そういう感じだって。あの、自分で食べてるとこですよ。自分で食べるとこ。だから、その、夕方が朝ごはんみたいな感じで、え、もう一回は何時ぐらい食べるわけ？何時と何時なんですか、自分で食べてるとこって。50を一気にやると疲れちゃいますよね。だから5分以内で終わるぐらいにしとかないと、だから2回か3回乗れた方が絶対いいと思います。だ興奮もしてくるから余計席の日が少なくてますよね。だからおっしゃる通り2回とか3回乗れた方が絶対にいいと思います。顔見て、中島君、俺、おペースのさ、酸素マットとか用意してください。赤ちゃんの顔見て、まあでも、昨日よりは咳少ないんですよね。全然少ないです。昨日はもう止まらない感じですよね。ここでもかなりしてましたもんね。ちょっとフワフワになったよ。おーちいます、おーちいますよ、あとでおやつ食べる、おやつ食べよう、ないじゃん、ここにある、今日はね、無くなるやつは、はい、出ないです。
節の薬なんですけど、飲むんですよ、どうしたすぐこれを今は売ってないんですよ、飲むんですもうちょっと時間かかるって、はい、ごめんね、はい、じゃあちょっとリスタートしようか。